日本国有鉄道史、ローカル線問題と国鉄、国鉄赤字とローカル線問題ということで、今回ね、お話をさせていただこうと思います。しばしお付き合いほどよろしくお願いいたします。日本国有鉄道史第18話、ローカル線問題と国鉄ということで、第1話、古くて新しいローカル線問題ということでね、お話をさせていただこうと思います。まあ、国鉄解体問題の端緒となったともいえる、まあ、そして現在もですね、その方策について広く、ね、論議されるべき対象であるローカル線問題についてね、お話をしたいと思います。まずは古くて新しいローカル線問題ということで、まあ、特に昭和30年代を中心としてね、お話をさせていただこうと思います。国鉄の経営は戦後の復興と進駐軍、まあ、連合軍輸送に追われ、インフレの高騰の中で赤字経営を続けていました。昭和20年代の終わり頃までもまだ赤字体質からは抜けられず、運賃値上げなどを繰り返していたのが実情です。そんな国鉄に対しては赤字に対する批判が強くなっていき、当然ローカル線に対する批判というのも強くなってきました。下ですね、国鉄の監査報告書から引っ張ったものなんですけども、営業ケースがですね、ほぼほぼ102、101、102、106、104ということでね、講和条約以降 の、数値値が出てないんですけども、これだけ見るとですね、そんなに悪くないやんというふうなイメージに取れるんですけども、それでもですね、やっぱ赤字の状態があるっては間違いなくですね、かなりですね、古い施設をね、無理やり使ってる、そんな状況ではありました。そういうことでですね、かなりですね、問題はね、山積していたと思われます。そういう中でですね、ローカル線どないすんにゃっていうことがですね、大きくクローズアップされていくわけです。独立採算性を建前とする国鉄でもこの問題について取り組まざるを得なくなり、昭和29年、千葉県の木原線と久留里線にそれぞれ大原運輸区、木津運輸区を設置して線区別経営を試みました。具体的には駅長の廃止、無人駅化、貨物列車の各位置化、機動車による導発など、運輸部門を一括して合理化したもので、ある程度の成果を得ることができましたが、権限が現場にあるわけではなく、入りを増やすのではなく出を減らすことで収支を改善しようとしたものでありました。その後、運輸業務以外に保線・信号などの業務も線区別にまとめ、権限を大幅に移譲した管理所制度が仙台鉄道管理局の提案で上申され、昭和31年8月の理事会で承認された結果、10月1日から発足することとなりました。新しく施行された管理所制度は、仙石線が選ばれました。元施設であり、規模的にまとめやすかったからと言われています。国鉄線という雑誌に当時の記録が掲載されていましたので、引用してみたいと思います。以下、国鉄線、昭和30年7月号、経営合理化の新ケース、仙石線として掲載されていた記事からの抜粋です。新しい管理方式。戦後、産業分布の変遷に伴って、鉄道輸送にも大きな変革が見られ、中略させていただきまして、仙石線は他の換算線区とは別の角度から合理化案が立てられた。この案には、作業方式の改善と管理方式の変更が、斬新な構想で盛り込まれているということで、再び注略させていただきまして、管理方式の変更の方は、職務権限及び組織などに基本的な問題があったので、局長から本社に上申して詮議をお願いした。そして本社関係局課間で再三検討が加えられた上、昨年8月20日の理事会に仙石線管理所設置についてが提案され、管理所設置の本格的決定を見たのであるとなっています。理事会で承認された主眼点は次の2つであるということで、1、局長監督のもとに包括的権限を所長に委任し、その統一意思により船内の経営を行しめる。2、客貨輸送の合理化を図り、輸送力を同強してサービスの改善を図る。一の趣旨によって予算を含む広範な職務権限が所長に委任されることとなったが、この権限は局長が持つ全部と言ってもよいほど極めて広範なものであるから、所長は日常業務についてほとんど専決執行できる体制である。引用終わりということで、
とありますように、ほとんどの権限を所長に下ろすというもので、当時としてはかなり画期的なものでした。なお管理所制度は一応の成果を収め、ローカル線経営のモデルケースと言われることになりました。まあ、伝述の通り、所長に線区ごとに権限を委譲し、所長の判断で機動的に動けるようにしたためで、所長の判断で車両の改良や営業運動等を回して行うということができたそうです。エジページで当時の戦績戦における所長以下の体制を示しますが、大変シンプルになっているのがね、ご覧いただけるかと思います。実際に昭和33年からは全国に展開され、運輸区は38線区、管理所は30線区まで広がりました。この管理所制度は一時期 JR 西日本が導入した地域鉄道部のようなものだったと考えていただければ理解がしやすいのではないかと思います。ただし戦績線では同州活動まで取り組んだものの、他の運輸区や管理所では積極的に同州を図れる組織にまで行かなかったようで、ある一定の合意化を達成するとその存在価値自体がなくなってしまい、昭和45年頃前には全部姿を消してしまいました。他に戦時中に不要不急路線として線路が撤去された路線についても復活要望が起こり、路線として復活したところもありますが、白鵬線の場合のように復活に際して鉄道よりもバスの方が有利であるとして、旧路線時期を専用自動車道として再整備して国鉄自動車白鵬線とした例や、坂本線のように当初は鉄道として建設されましたが、途中で採算性に疑問があるとして、すでに完成した路盤を自動車専用道、まあ、五条素人間としてね、運用される例など、すでにローカル線の建設に対しては批判が出始めていたのは注目していただきたいと思います。余談ですが、坂本線も利用者の減少で現在は旧来の坂本線系のバスは廃止されているようです。最後までご覧いただきありがとうございました。今回は昭和30年代に問題となったローカル線の話をさせていただきました。ローカル線問題は実は古くからある問題であり、その都度対応は取られてきました。実際昭和43年には赤字83線の間隔などで廃止すべき路線がリストアップされました。その後利用者が増えて復権した路線もありましたが、その多くは昭和54年の国鉄再建法の一環で廃止対象の制となり、その多くは廃止となってしまいました。